長いキスの途中で首飾りを外した、さりげなく。あ、そういうのいらなかった。はい、ということでですね、本日の企画はこちら、絶対失敗するカメラの選び方。イエイ。なんでわざわざ失敗する方法を教えるかって、そんなもんひねくれてるからに決まっとうやん。うちの番組ってね、結構もうベテランの方から、果てはね、まだ写真やってないよっていう方まで、本当に幅広い層のリスナーさんが見てくれてるんですよね。カメラ歴がね、結構何年とかある方なんかは、コメント欄なんかで、いや、こういう買い方失敗するよっていうね、皆さんの意見なんかも聞かせていただければいいなと思いますので、ぜひ皆さんの意見もコメント欄にお待ちしております。さあ、ということでね、本題に入っていきましょう。絶対失敗するカメラの選び方その1。家電量販店の店員さんに言われるがままに勧められたものを買ってしまう。これ結構あるあるなんですよ。家電量販店の店員さんディスってるわけじゃないから、そこは勘違いしないでね、ちゃんと詳しい人とかね、いる店舗はいるからね。新しい機種が発売されて、家電量販店なんかにね、ちょっと実機を触ってみたくて、ふんふんふんって寄ってこう触ってるとね、話しかけてくるわけですよね、店員さんが。だいたいね、その説明される内容って、ね、こうしっちゃかめっちゃかなことが多かったりするんだよね。だからまず自分で調べて買うのが一番なんだよね。今ネットなんかで調べるとたくさんいろんな情報があります。例えばさ、家電量販店に行ってその店員さんからお話を聞いて買うってなると、一人の意見しか聞けんわけよね。正しい情報なのかすらもわからないっていうことになるよね。その点ネットはね、例えば価格 .com なんかでこう自分の予算を決めて、予算の範囲からこう検索してカメラなんかを探せるわけよ。でそれをね、売れ筋順に並べ替えたりとか、値段順に並べ替えたりできるわけだよね。見た目なんかもね、あ、このカメラいいなって思ったものをダイレクトに押して、それのレビューを見ることができるわけよ。これってさ、結構当たり前のことなんだけど、すごく大切なことなんだよね。実際にこの機種を買って使ってる人の生の意見がタダで見れるわけだからね、店員さんに乗せられて買って後悔するっていうこと話聞きますので、まずは一度自分でネットで調べてから家電量販店に行くっていうのがやっぱ一番いいですよ。絶対失敗するカメラの選び方その2。ねえヤマト君、私カメラ始めたいんだけど、どのメーカーの買えばいいかしら。あんまヤマト的にはキャノンかニコン買っとけば間違いないと思うよ。おいバカ野郎ヤマト、大間違いだ大間違い。大体カメラの二大巨頭といったらキャノンかニコンだよね。誤解のないように付け加えておくと、一眼レフカメラを買いたいのであればキャノンかニコンで全然間違いないです。でもさ、今の時代ってミラーレスカメラっていうカメラから始めることが多いと思うんだよね。でこのミラーレスカメラと一眼レフカメラ、両方ともね、レンズ交換式のカメラなんだけど、何が違うかっていうのはね、自分で調べてくれ。いや、この動画で説明するとそれすっげー長くなるんだよね。でそれぞれのメーカーには得意不得意のジャンルがあるんだよね。例えばわかりやすく車で説明しようか。トヨタってさ、軽自動車作ってると思う？ OME 生産を除けば作ってないのよ。じゃあここで置き換えた話をするから、ちょっと耳貸してくれよ。ああ私コンパクトで可愛くてトコトコ走る車が欲しいなーって思ってる女の子がさ、めっちゃ車好きの人に、ねえ私車買いたいんだけどどこのメーカーがおすすめかなーって聞いてさ、いやそれはトヨタか日産だよ、トヨタの86なんかもいいし、日産のスカイラインやフェアレディ Z なんかもいいね。今免許取り立ての、要するに軽自動車みたいなの欲しい女の子にさ、トヨタと日産勧めるのってすっげーお門違いな話なんだよね。それと全く一緒のことで、キャノンとかニコンってミラーレスカメラすっごい弱いのね。ソニーとかオリンパスとか富士フィルムとかそっちの方がずっと強いのよ、ミラーレスに関してはね。だからそのニコンとキャノンを買っとけば絶対に間違いないっていうのは間違いなんだよね。こういう助言には気をつけた方がいいぜ。絶対に失敗するカメラの選び方その3。どうしよう、こっちのカメラもこっちのカメラもいいな。でもこっちのカメラの方が画素数高いし、画素数高いし、画素数高いし、画素数高いし。はい、そういう選び方をしたあなた、失敗だよ。
初心者の人ってね、結構画素数が高ければ高いほどいいと勘違いしてるんだよね。あのね、確かにそうなんだ。画素数が高ければ高いほど当然解像度は良くなるんだよね。解像度が良くなるっていうのはどういうことかっていうと、例えばよ、子供の写真を撮ってさ、自分のお家の外にさ3メーターの看板にして貼る、そういうのをやりたいんだったら大正解だと思う。そんなことする人でもいないでしょ。大体普通に家庭用のカメラで使うのであれば1000万画素もあれば本当は十分なんだよね。でカメラってね、ものすごく複雑なメカなんだよ。どこか長所を伸ばすと必ずねマイナスの短所が出てくるっていうのがね、これがカメラの常なんですよ。例えば画素数を高くすれば解像度すごく良くなるよね。その反面、暗いところでの撮影性能にすごく弱くなるんだ。例えばさ、カーテンってさ、表側とレースの部分でさ、網目の太さ全然違うでしょ。レースって糸の本数がすごい少なくて網目が大きいよね。だからたくさんの光が入ってくるでしょ。カーテンの部分ってさ、網目がすっごいぎっしりでしょ。ちゃんとした布になってて光を通さないじゃないですか。要は画素数ってこの網目の数のこととイコールなので、網目が多くなれば多くなるほど当然光って通しにくくなるわけじゃん。で網目がザルであればザルであるほど当然光が入る穴の大きさっていうのは大きくなるよね。だから光の量が少なくてもその光を最大限に取り込むことができるんだよね。まあ、システム的に説明するともっと本当は複雑なんだけど、分かりやすく例えるとこんな感じかな。1400万画素で足りるのに、わざわざ2400万画素のカメラを買って、で暗いところでの性能が弱くなる。要するにカフェとかああいう暗いおしゃれなところで撮ったら画質がザラザラになってしまう。これだとさ意味ないよね。逆にだってクオリティが落ちるんだもん。それだったら1400万画素のカメラを買った方が良かったなって話になるよね。これはねすげえあるあるなんだよ。画素数の多さに騙されるっていうパターンね。画素数って数字だから、メーカーとしては素人の人にはいドーンって見せやすいものなのさ。だから結構画素数を大きく歌っちゃったりするんだけど、安くて画素数が高いカメラほど使えないものないから。絶対失敗するカメラ選び、その4。よし、俺カメラを始めるぞ。気合い入れてやるぞ。めっちゃ高いごついいいやつ買ってやる。これね、結構失敗するパターン多いんだよね。写真を趣味にしようって思ってるんだったらその買い方で全然いいと思うんだよね。だけど大体の人ってさ、カメラを始めるときに始める理由って、例えばじゃあ自分すごいレジャーに行くから、レジャーに行ったものを携帯のカメラじゃなくて綺麗に収めたいなとか、そういう風にね、お出かけだったりとかレジャーだったり趣味だったりとかに写真をプラスアルファするっていうパターンが導入では一番多いんだよね。でそういう時に高性能ででかくて重くてごついカメラ買っちゃうと持っていくのがめんどくさくなるんだよね。1歳の子供、2歳の子供、3歳の子供連れてさ、わーって行く時にさ、こんな重いもの首からブンブラブンブラこうぶり下げてさ、あーこっちではおかゆこぼした、あーちょっと待ってお前あっち行くなあっち行くなっつってさ、重くて重くてしょうがない、だるくなってくるでしょ。気がついたらね、お家のオブジェになってるから。あー、この張り切り症候群って俺は呼んでるんだけど、どうせ始めるならいいカメラから買おうっていう導入の仕方。カメラを本気で趣味にしていきたいと思ってるんだったら全然それで OK なんだけど、最初ね、コンパクトでそこそこ性能があって値段もそこそこのものを買って、まずはこのカメラを持ち歩くっていうことがね、苦にならないような状況でどん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 こう写真を撮って、で自分がレベルアップして上手になってきたら、あ、じゃあ次のものに買い替えようかなっていう風にねやって、そういう風にどんどんランクアップしていけばいいわけなんですよね。だから最初からいいカメラ買いすぎてる人ほどね、結構失敗するパターン、これあるあるなんだぜ。絶対失敗するカメラの買い方その後。大体ね、おしゃれ志向の人とかちょっと人と違う個性的な自分を求めちゃう人にありがちなんだけど、よし私カメラを買うぞ、ニコンとかキャノンとかソニーとかみんなが使ってるから、よし私は富士フイルムにしよう、オリンパスにしよう、こういう買い方するとね、マジで失敗するぜ。おしゃれ感覚でメーカーを選んじゃう。ペンタックス使ってる私渋おしゃれ、富士フイルム使ってる私個性的でおしゃれ、オリンパス使ってる私宮崎葵みたいなさ、そんなテンションで選ぶとマジ失敗するからね。少なくとも自分がどういう風な写真を撮りたいのか、そういうのを少し頭に思い浮かべながらネットでちょっと検索したらいいよ。ある程度さ、メーカーによってね、どういう特色があるかっていうのすぐ出てくるからね。おしゃれ感覚でメーカーは選ばない方がいいよ。特にね、メジャーメーカーじゃないところって純正じゃない安いレンズってのがほとんど出てないんだよね。だから結局レンズをどん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 買い足し買い足し買い足しでレンズが増えていった時にめちゃくちゃコストがかかったりするのさ。そういうところまで考えるとメジャーのメーカーが売れてる理由っていうのは結構頷けるものが多いんだよね。キャノンとかニコンはみんなが使ってるから嫌だ嫌だとか、そんなの違いますからね。みんなが使ってるものって基本的にいいものだから、いいものだからみんな使うんだからね。
はい、ということでいかがでしたでしょうか。僕が思う絶対失敗するカメラの選び方講座でした。今回は以上です。それではまた次回もお楽しみに。